おはっす、自称お絵描き錬金術師の紅月子です。新年明けましておめでたい方も、そうでない方も、2024年もよろしくお願いします。新年一発目は、恒例の年賀状メイキングからスタートです。今年は辰年ということで、光る玉を持った、少し高圧的な竜のお姉さんを描いていきますよ。ラフはまず、線はぐちゃぐちゃでもいいので頭にあるポーズを画面に抽出してから、細かいラフで形を整えていきます。今回は下からのアングルでちょっと難しかったので、センシティブに引っかからないように気をつけつつ、マネキン状態から始めます。オーラフの時に地味にやっていましたが、腕のアスクは肩から順に描くとめちゃくちゃ難しいので、先に手を描いてから肩とつなげると、位置関係がわかりやすいです。この絵でできているかどうかはまあ、ちょっと回答は控えさせていただくのですが、着物の袖で隠れるから、いいんだ。そんなこんな言ってる間に髪型で迷いまくってましたね。ロングヘアというのは決めてましたが、前髪の雰囲気を何も考えずに行き当たりばったりで進めていました。なんならここからの衣装も全て行き当たりばったりです。資料を探していたらマントやふわふわのファーも描きたくなったので追加していきますよ。ここからはマントに合うような中身を考えていきますが、すんごい大苦戦です。毎年和風の衣装で統一していますが、今年はなんと書き込みつつボディラインの出る衣装をと思っていろいろと書いては消しを繰り返します。途中で筆が止まってるのはアイデアの元になりそうな資料探しをしているタイミングです。今年は竜のお姉さんなので、少しチャイナドレスのような雰囲気もあってもいいのかなと思い、そんな雰囲気も出してみたり、ネタバレですが配色終わった段階で衣装を少し和風に戻すので、そんな雰囲気はあまり残りません。服も大体の方向性が決まったので、次は線画工程に行きましょう。線画は安定の顔から好みの顔になるように慎重に描きます。慎重すぎて35倍速なのにこんなにも遅い。ということで顔と髪の一部が描けたら大幅カットになります。指は大人の少し節だった手と女性の柔らかな手の中間を狙っていきます。未だに気を抜くと女の子の手でも関節をしっかり描いてしまうので、自分の中では毎回抑えめにしているつもり。爪は長め、ネイルアートがしたいので着彩の時に参考画像を探してきます。この辺りでやっと定点と作業スペースの2画面表示にしていないことに気がつきましたので、切り替えてきました。でも意外と作業スペースだけの1画面表示でも耐えられそうではあったな。今回は定点スペースの方をウマ娘塗ってみたショートでやっているような広い画面でやってしまったので、逆に作業スペースが狭くて見づらいかもしれない。すみません。目は線画を描いてる時には結構いい感じのバチバチまつげにできたなと思っていたんですが、後でちょっと揉めます。髪型は結局パッツン片方姫カットみたいな形に落ち着きました。パッツン前髪が揃って風になびいてるのが描きたかったのです。あとは大体同じような絵面が続くので、そろそろ線画工程はカットして次に行きましょう。配色工程はスクリーンショットでのご案内です。適当にパーツや色ごとに分けてバケツ塗りをしました。大体の分け方はマントのファーと向かって左側のリボンが前、キャラ本体が中、マントともう片方のリボンと髪が後ろになっています。その中でそれぞれ金色パーツでひとまとめ、赤いパーツでひとまとめみたいになっています。配色まで進めたらやっぱり全体的にスッカスカで粗密の密部分がないので、なんとかパーツなどを増やすために赤で下書きしたものがこちら。腰の帯のリボンを手前にしたり、ドレス風だった衣装を着物の合わせにしたり、ファー部分やマントの範囲を増やしたりしています。
角飾りは結局未実装になるのですが、これらの戦乱を起こした後の着彩から引き続き動画でお楽しみください。着彩はまず花のハイライトから始めます。そして迷いに迷いまくります。相変わらず難しすぎるんじゃい。大きすぎても散らかってしまうので極力小さめにします。一影を置き始めたこの辺りでなんとなく思い始めたのですが、なんかちょっとおばちゃ、思った以上に上の年齢に見えてしまう、化粧していないすっぴん状態だからと思ったのですが、普通に目の周りと口紅を塗って血色感を上げても若さを取り戻せないので塗りながら焦っています。ちなみに今回の絵の光源設定は一番近くて強いのが持っている光の玉、あとは環境光がおおよそキャンバス中央上という感じですね。ハイライトを整えたり追加しつつ、二影以降を塗って立体感をつけていきます。欧米人の方にはこういう二重結構いますよね。彫りが深くて眉が目に近いとこんな感じというか、ここで一度いつもの癖でゴリゴリに節くれだった影を塗ってしまいましたが、水彩筆ツールでなじませて事なきを得ました。事なきを得たと思いたいです。だいたい肌部分の立体感が見えてきたので、目の周りを中心に顔周りをしっかり塗っていきましょう。顔のハイライトは近い光源の水色に変更します。瞳は金色の予定ですが、普通の金属と同じような色味だとあまり花がなかったので、オレンジを強めにして紫や水色を差し色にしてみます。どんな塗り方にしようかアイデアが少なかったので、瞳の塗り方の画像とかをちらっと見てました。玉からの光を指に落としたり、目の赤みを描き直したら次は髪です。髪も最初にハイライトから決めていきます。頭部は球体に見立てて、一番光の玉に近い部分にエアブラシで丸くのせました。他にも光が当たりそうな部分にはエアブラシでのせて、影になるところをくっきりした筆ツールで削っていきます。あとはそのハイライトをガイドに1影2影でどんどん立体的にしていきますよ。なんだか元の深いグリーンがどっか行ったなと思いつつ、次は服を塗ります。周りの小物への光の当たり方のガイドにしつつ、進んだ感を演出して自分を鼓舞するために広い範囲を先に塗っちゃいます。着物の袖って塗るの難しいですよね。シワは線ではなくて四角と三角でできていると以前どこかで言った記憶はあります。四角と三角と光が当たる部分はグネグネジグザグになっているのが理想です。今塗っていた袖の落ち下げ部分めちゃくちゃ好き。明るいところに突如現れる落ち下げフェチかもしれない。落ち下げフェチとは。白い着物がそれなりに塗り終わったので、次は黒や赤の部分など目についた場所を塗っていきます。塗り方としてはそんなに白い部分と変わりがないので、モフモフまでカット。マントの毛足長めのファーを塗っていきます。ファーには今回筆ツールのブラシ輪郭のボケ足を4つ目くらいにして塗りました。最近このボケ足を多めにして塗るのにハマっていて、ここでも使用したのですが、思った以上に柔らかさと毛先の繊細さの両立ができたので、今回のおすすめポイントです。服の塗りに飽きたので、気になっていた顔のバランスを調整していきますよ。線画の時にも言いましたが、顔は本当にミリ単位、ピクセル単位で変わってくるので、自分のこれまで培ってきた美的感覚を信じ、これだという位置にパーツが来るようにします。ただその美的感覚を信じすぎると、いつの間にか感覚が狂っていることにも気づかなくなってしまうので、定期的に矯正はしようねという次回。落ち影の追加をします。光源が近くて強い光なので、しっかり暗めの影で絵を引き締めていきますよ。ところどころで布と布の境目にへこみの影を入れて、縫い合わされている感も出していきます。ここからは小物類、
例外もあるのですが、一応毎回この五色の布飾りと紅白の綱飾りは入れるようにしています。理由は縁起が良さそうだからなのに加え、五色布は画面がそれなりにカラフルになるからです。他がシンプルなカラーなので、せっかくだから日本の伝統的な色を入れたかったというだけで、そんなに大した理由ではなかったね。大幅にカットしつつ、金色パーツを塗っている途中までワープしました。感情をなくした状態で模様を描いてるところを見守りましょう。なんとなく模様を入れたいなと思ってデザインしたのですが、全然思いつかないし、参考資料も見つからないしで、この辺りは描いたことを後悔しかけてました。金色に水色の光源は相性が悪いのか、オーバーレイはオレンジと違って綺麗に映えないし、何色で反射を塗ったらいいのかわからなくて頭が疲れていたのもあります。水色の光源が綺麗に金色に反射している画像をお持ちの方、もしくはどうやって塗ったら綺麗かご存知の方は、至急コメントまで情報をお寄せください。この辺りの金の布は、影にさっきも出てきたボケ足多めの筆を使っています。そして全体的に金パーツの色がやぼったくて気に入らないので、試行錯誤中。この状態だとそれなりに反射も少なくて布時間が出て良いのですが、やっぱり水色をのせるのが悪いのか。分かっちゃいるのに、明るい部分の白飛びを抑えきれない虚しさよ。諦めて別の箇所を塗ります。硬いパーツは素直でいいね。今回は赤色があるので、金パーツに惜しげもなく赤い反射を入れられて割とお気に入りです。金属は反射が大事。赤い宝石の塗りも少しお見せしますが、ほとんど実物を見ない適当っぷりなので、雰囲気だけ伝わればいいなと思ってます。カットに合わせて、光源に近い方は明るい色、反対は暗い色を何色か使用して少しランダム気味にのせるとそれっぽくなるはず。衣装はあとはほとんど道なりなので大幅カットして、ここからは赤い布と黒い帯の模様をノーカットでお送りします。カットの間にいろいろと資料を探して下書きをしてきたので、まずはそれを形にします。いや、大変だった。和柄ってこういう斜線で濃淡や質感を表してることがありますよね。着物の柄のデザインしてる人のセンスがすごすぎる。太めの縦線を入れたら花が目立たなくなったので、繊細さを残しつつ輪郭線だけ太くします。次は帯。こっちは花ではなく竜をモチーフに鱗を描いていきますよ。竜ならもう少し鱗が尖っていてもよかったですね。今気づきました。小花模様なんてちょっとあしらってみちゃったりして、なんとか隙間を埋めることができたので、ここからはまた再び金色パーツと同じく影とハイライトを塗っていきます。いつもは下の布地などと同じ影やハイライトの形にするため、すでに塗ってある部分の影などを模様の上にコピペしてから色を変えるのですが、今回は単純にそれすら面倒という理由だけで、そのまま模様の立体感を塗りました。あとは紙に竜のひげをイメージした白いメッシュを入れたり、和風のネイルアートを施して着彩は終わりにしましょう。ここからは少しだけ色トレス工程です。黒い線が目立つところを見つけ次第、線画をなじむカラーにしていきます。若干画面がガビっていますが、負荷がかかりすぎて彩がバグりかけているだけなので、お使いの端末は正常です。さあここからは、お待ちかね、
主に私がお待ちかねの塗り込み工程をやっていくぞ。おば、ちょっと年上になりすぎたお顔から調整&調整。ずっとこの時を待っていた。最初に3区画に分けた分とキャラ本体と紙で合わせて4区画に分けて、それぞれコピペしたものを統合して塗り込みます。やっぱりちょっと欧米系の二重は年齢高見えしてしまう要因だったので、雰囲気を残したまま若干平行に調整しました。ここで今回一番の見どころ、口角を上げて高圧的だけど話は聞いてくれそうなお姉さんにイメージ変更。いかがでしょうか。これだけで少し親しみが持てるようになった気がしませんか。もう私が書きながらずっとモヤモヤしていた悩みがほとんど消えました。納得のいく顔が描けてきたと思います。目の赤いメイクもやっと映えてきました。そうそう、これが描きたかったんです。私はウッキウキで髪の目立つ線画を塗りつぶしていきます。今回は顔を線画の細いタッチが残らないように塗ってしまったので、他もあまり線画が主張しないように塗っていきます。少し長くなるぞ。顔周りは一番目が行く場所なので丁寧に調整します。指の縁は光源の一番近くで明るい場所なので、ほとんど線が見えないくらいにします。ここにも赤い布が見えてたらいいなと着彩の時から思っていたので、ここで追加します。この自由度が厚塗り風のいいところ。最初のようなグリーン髪ではなく、だいぶ青系に寄っていたので色を調整しました。キャラ本体を髪の上にコピペし、周りを少し削りながら髪の透け感を表現します。顔は別のところを塗ってから戻ってくると、毎回どこかバランスがおかしいような気がするので、都度直していますね。ここでイヤリングを書き忘れていたことに気づいたので加筆していきます。大きなリングにサンゴでできた玉、金のプレートが1本というシンプルな形状にしました。宝石としてのサンゴは初めて描くので、一応お資料を探してきて見ながら描きます。金属系はリング状が一番塗りにくいまであるな。逆にプレート系は背景の反射を考えなければ塗りやすいですね。最後に爪の影やハイライトを塗り忘れていたので加筆して塗り込みは終了です。ここからはクリップスタジオでの仕上げ工程をスクリーンショットにてご紹介します。まずはすっかり竜の尻尾を描き忘れていたのでこそっと追加。光の玉のディテールも素材ブラシの力を借りて追加しました。次は衣装にリムライトをほんのりと追加しています。左の袖や帯あたりが分かりやすいでしょうか。髪の遅れ毛も忘れずに描き足します。これがあるのとないのでは見栄えがだいぶ変わりますね。分かりにくいのですが、ここで若干アンシャープマスクも入れています。主に自己満足のためです。五色布や紅白綱と同じく年賀状イラストのルールとして、光源側の縁にピンク、逆側に青を入れるようにしています。これは水色したので、後で青に直してます。最後にこれもまた分かりにくいですが、ラメペンで目元と口元をキラキラさせています。ピクシブにアップしている画像などでアンシャープマスクと合わせてぜひご確認ください。これにてメイキングは終了です。お疲れ様でした。最後に完成品をお披露目するので、ぜひ最後までご覧くださいね。昨年はいろいろと動画や配信をご覧くださりありがとうございました。今年もまったりペースに動画など上げていくつもりですので、この動画が初見の方や常連だけどまだの方は
新作を見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。ベルマークの通知のオンもお忘れなく。制作した年賀状はネットプリントに登録したので、下の概要欄の番号でお近くのセブンかファミマかローソンで印刷してみてくださいね。印刷するよって方はグッドボタン、印刷まではしなくても動画最後まで見たよとグッドボタンを押してくれると嬉しいです。それでは今年も紅月子をよろしくお願いいたします。お相手は紅月子と大毒の四国メタンがお送りしました。それでは皆さん、おやさーい。